薬物相互作用、薬物相互作用、薬物相互作用は、血中に複数種類の薬物が存在することにより、薬物の作用に対して影響を与えることである。薬物相互作用により、薬物の作用が増強する場合や減弱化する場合、新たな副作用が生じる場合がある。薬物相互作用は一般に、薬物動態学的相互作用と薬力学的、 相互作用に分類される。また、食品なども薬物の作用に影響を及ぼすことがあり、これらも薬物相互作用の一種である。なお、単に体外で薬物同士を混合した場合にその形状が変化する現象は薬物配合変化と称で薬物相互作用とは区別される。薬物の体内動態は吸収、分布、代謝、排泄の段階からなると考えられている。 薬物動態学的相互作用とはこれらの過程に影響を及ぼし作用部位におけるモノ濃度の変化を生じさせる形式の相互作用である。吸収とは血中に薬物が取り込まれる過程を指しており、小腸をはじめ、胃や大腸、皮膚、目、鼻等において生じる。分布過程に影響を与える因子として、血中タンパク質との結合がある。 タンパク質との結合自体は特に異常なことではなく、酸性薬物はアルブミンに、塩基性薬物はアルファ酸性糖タンパク質に結合する。アルブミン上には薬物結合部位が存在し、サイト1、ワルファリンサイト、サイト2、ジアゼパムサイト、サイト3、ジギトキシンサイトがある。これらの部位にはそれぞれ複数種の薬物が結合しうる、ため、 同一部位に結合する薬物、特にタンパク質との結合率が高い薬物同士を併用した際に競合が起こり、しばしば問題となることがある。これにより、薬物のタンパク質結合率が変動し、タンパク質と結合していない有利型薬物が増加する。有利型と結合型のうち、薬効を示すのは有利型であり、有利型の増加は薬効にも変化をもたらす。 薬物は体内に取り込まれた後に、水溶性の高い化合物に代謝されて薬効を失う。その反応には薬物代謝酵素が関与しており、薬物代謝は第一小反応と第二小反応に分けられる。第一小反応では、シトクロム P450 などの酵素により酸化や水酸化、加水分解などの化学的変換を受けて極性が増す。一方、 第2章は UDP グルクロン酸定位酵素などによる、方合反応を受けてよりさらす陽性が増加し、尿中排泄を受けやすくなる。多くの薬物がシトクロム P450 による代謝を受けるため、代謝過程の相互作用の中では、シトクロム P450 を介したものがほとんどである。シトクロム P450 には多くの種類が存在するが、中でもサイプ 1A に、 サイプ 2C9, サイプ 2C19、サイプ 2D6 及びサイプ 3A4 の5種類で95%以上の酸化反応を担っている。複数の薬物間で代謝酵素を共有することにより酵素の競合が生じることから相互作用の原因となることがある。シトクロム P450 の中でもサイプ 3A4 で代謝される薬物が 最も多いことから必然的相互作用も多くなる。サイプ 3A4 で代謝される薬物として、シクロスポリンやマクロライド系抗生物質、トリアゾラム、カルシウム気候薬、抗転換薬のカルバマゼピン等が挙げられる。さらにこれらの薬物の中でも酵素に対する、親和性が高いものと低いものがあり、競合となった際には親和性が低いものが代謝阻害を受け、 血中濃度が上昇することになるため、これらを併用する際には注意が必要である。一方、サイプによる代謝で活性代謝物に変換されるプロドラックの場合には逆に薬効が減弱する。また、薬物等によりシトクロム P450 の働きが阻害されることもある。例えばアゾール系抗心菌薬のイトラコナゾールや HIV プロテアーゼ阻害薬のリトナビルなどの 薬物によって、サイプ 3A4 は阻害されことが知られている。加えて、シトクロム P450 の活性中心に存在する、鉄に、アゾール系抗心菌薬や H2、受容体気候薬のシメチジンなどが、肺移結合することで、シトクロム P450 が失活し、気質薬物の薬効が強まることがある。イミダゾール肝やトリアゾール肝、 ヒドラジの元などの化学構造を有する薬物で生じやすい。マクロライド系抗生剤のエリスロマイシンやクラリスロマイシンではその代謝物が鉄に結合する。サイプ分子の発現誘導により気質薬物の薬効が減弱する場合がある。気管自然速治療薬テオフィリンの薬効が喫煙により減弱することは有名であるが、これは テオフィリンの代謝酵素であるサイプ 1A が誘導され、テオフィリンの血中濃度が減少することによるものである。前述の通り、健康食品のセントジョーンズワートは、サイプ 3A4 の誘導を引き起こすため、同様に相互作用の原因となる。排泄過程においては、尿細管分泌、細吸収での相互作用が多い。薬力学的相互作用においては、 薬物の血中濃度変化は生じず、アドム、吸収、分布、代謝、排泄の英語表記の頭文字からなる略語、とは、前後となる基準でその薬物の作用を増強、あるいは、減弱させ、有効血中濃度域を変化させる。例えば、バルファリンとビタミン系成剤を併用することにより、バルファリンの作用が減弱化するような場合である。 同一の作用部位に働く薬物を併用することで、薬効の強さが変動する。同じ受容体に作用するアゴニストと併用した場合、例えば共に、β 受容体作動薬であるサルブタモールとプロカテロールを併用し場合には、その作用は、協力的に働き、薬効が増強する。一方、β 受容体作動薬に、同受容体の喫抗薬、例。 プロプラノロールを併用するとこれらの薬物同士が作用部位で競合的に拮抗し、薬効は減弱する。作用点が異なる薬剤同士を併用した場合にも、同じく薬効に影響を及ぼす。カルシウム拮抗薬であるアムロジピンとアルファージュタ体、拮抗薬であるプラゾシンを併用すると、それぞれの作用が協力的に働き、血管をより強く拡張する。一方、 作用点は異なるが、相反する薬効を示す薬剤を投与した場合、例えば、アセチルコリンとパパベリンの併用を行った場合に、非競合的に拮抗し、アセチルコリンの薬効は減弱する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。